日本の京都にはたくさんの都市伝説が存在します。今日もそのうちの一つをご紹介いたしましょう。もう見えるでしょうか。勘のいい人ならもう気づいちゃってるよね。やばいでしょって話。見てよこれ、ひょうたんなんだよね。このひょうたんの近くにいるのはカタツムリ。これが意味するものとは。もうこんなの見せられたらここを登るしかないでしょって話。京都のサイクリストでこの聖地を知らないやつは潜り。いい？いい、よく聞いてね。見てよ、このひょうたんあるでしょ。このひょうたんをね、半分にするんですよ。もう勘のいい人なら分かっちゃったよね。半分にしたら3という数字が浮かび上がるよね。もう半分も3、これを足すと6になるよね。もう分かっちゃったよね。この6をあと2つ並べると666、パンドラの箱が開いちゃったって話。信じるか信じないかはあなた次第です。何かを訴えるように左へ曲がれと指示してくる標識。これもやばいでしょ。またしても同じような標識を発見。この辺り絶対に何かあります。こんなのを見たら引き返せないでしょって話。やばいでしょ。無数に点在するこの矢印のような標識、1つ2つ3つ4つ5つ6つなんだよね。またしても左への矢印。これを見た時に鳥肌が止まりませんでした。いい？次は右に曲がれってことと、上は落石に注意を促すような標識が立っている。これはもう完全に我々はある組織に操られていると言っても過言ではない。いい？これは左からの合流があるよって話。我々の注意を左から来る合流者に向けようとする魂胆が丸見えなんです。30の標識、もうわかるよね。この30を2倍してそれの10分の1、すなわち6なんだよね。見てよこれ、子供が2人並んでいる標識があるよね。この標識に3をかけると出てくる数字は6。もうわかるよね。無事、何事もなく下ってきたわけなんだけれど、秘密結社フリーメイソンの正体、それはなのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。それじゃあ徒歩で、完全に徒歩でこの横断歩道すっと渡れるのかどうか。もし渡れないんだとすれば、秘密結社フリーメイソンの力によるものじゃないでしょうか。もう待ってません。やっと渡れました。